はい、できました。古代米の、ラクレットチーズの、何やったっけな、ハヤシライスと、切り干し大根とごぼうの、タラマヨサラダ。以上で食べたいと思います。はい、暑い。もう、日触ると暑い。もうこの時期はね。いやー、もうそんな時期になってきたよね。まあ、そんなどうでもいいんだけど、どうでもよくないんだけどね。もうキッチン作業が嫌になる季節が来そうです。まあ、そんなどうでもいいけど、いただきます。どうでもいい、2回目でもだけど。はい。どう？熱い。熱い。これ美味しいで。タラマヨの、サラダな。ごぼうと、あれだけやから。切り干し大根とチーズやから。玉ねぎ入ってないよ。ん？ああ、そっち？これは入ってるよ。シャリシャリせんように、だいぶ煮込んでんけど。マジか、クソ、お前がでかいな。まあでもハヤシライスは玉ねぎと肉しか入れへんからな。ほんまは牛やねんけど、今日は豚やねんけどな。果たしてこうやって言ってるで、うまい。初めて言うと、誰やこれ、知らんな。あ、これも好きじゃない。うん。シャリシャリせえへんよ。ASMR とか言って。うん。シャクロンだけとか言って。うん。シャクロンは論外やろ。もう考えても論外やろ。うん。この人、赤は。うん。仲良くなれた。おいしい。うん。チーズの効いた、ハヤシライス、すごいいい。あの3種の林、今度買おう。この玉ねぎ10分煮込むか。うん、古代米にねプチプチするから、カレーにはカレーってこういうのに合うよ。うん、うん、米の方がいい。そう、古代米美味しいよ。うん、最近の若者のことは分からへん。めっちゃ美味しい、これ。多分これ君たち次の味やわ。めっちゃ美味しいやろ。ちゃん、ちゃん、アジよりもなんか食った時笑ってます。笑う。ちゃん、普通や。普通かいな。普通や。でも、それ、そんなん見たことないじゃん。初めて、初めて。69歳。あ、そうなんや。結構いってんねん。面白いな、この人。優しいおっちゃん。いい人。うん。僕、暇県民。さんまと比べられへんほど気にしてる。さんま奈良県民。最悪や。福島は最強や。うん、もうアイドル好きになれへんや。アイドル、うん、なんでよ。なんか無理。あかんの。高校生ぐらいってアイドルみんなハマってんじゃん。少人数やったら、うん、ジャニーズとかやつよ。うん、熱い。一人だけ熱い言うとね。熱くても口に出さへん。うん、ほんま安そうや。熱いよ。書いてる。今ひじのさ前で作業してても、でも今日はなんか熱いな。トレーナー来て、うん、熱いから脱いだよ。戦場になってんぞ。え、ザックやん。もう分からへん。銃とか持ってるやん。え、銃持ってる。ザックやん。ザックル。ザックのどんなやかも自分分かってないねん。マジで。うん。赤と黒がすごい似た、黒や赤やからな。銃持ってる。どんなやか。銃ってじゃん。なんとか。さあ、マシンガンじゃん。ザックマシンガン。知らん、名前知らんけど。シャーザックやん。
わるっていうかさ、一般の言葉じゃなくてネットスラングだもんね。うん、誰これ知らん、フューバーズって書いてあった。うん、ちょっと痛い子やな。ちょっと浮いてるな。うん、サラダ食べてみた、美味しいから。もういいの、おかれは。サラダはめっちゃ美味しいで、多分ヒカも好きなの食べる。たらこ入ってんねんから。早食いやん、今日は遅くいやん。ゆっくり食べんの、早くは食べやんで。給食？早食べやん、掃除の時食べさせられんねん。じゃあね、早く食いま、食いすぎてまうねん。なんか俺だけ座ってるみたいな。俺だけすぐ直してまう。早食べやんじゃん、牛乳2本飲まれへん。牛乳はな、俺も毎回飲むから先生くれんの。あ、くれん、くれて。はい、牛乳って。あ、もうこいつは毎回やるやつって。一本の時がなかったもん。一本の時が、一回やってんじゃん。うん、来たったわって言ってさ、くれんの、言ってくれて。都内の下の学園から他の学園から来る先生やったの、うん、エコヒーキ、下の学園っていっぱい余ってるわって言ってた。そうなん、うん、もったいない。牛乳じゃんけんやのに俺だけじゃんけんなしでC で、うん、シード選手、牛乳さ、まあ、牛乳1本じゃ絶対足りへんマジで。はっきり、農林水産省の人がな、農林水産省の人がな、牛乳余りすぎて捨ててるからな、買ってくださいって言ってたよ。値段下げてんのよな。確かに。だから、あれじゃん、言うことによって牛乳売れるって思ってんじゃん、値段下げやんでも。でもさ、そんな余ってんねやったらな、余ってない実は。売りたいからそう言って。売りたいから。そうそう、なんで給食とか店閉まってるから売れへんらしいね。それやったらさ、思ってみ。それやったらさ、うん、チーズとかバター作ったらいいな。チーズとかバター足らねえで。チーズとかバター足らんときあんねんで。発酵は時間かかんねや多分。今から作ったらいいやん。バターなんか半年ぐらい賞味期限あるやん。うち牛乳めっちゃ買うけど、あ、そんな牛乳さ飲んでたら笑かしてくんねマジで。最悪や。あんな、いつもスーパー行ったら4本とか5本牛乳買うねん。みんなにすごい顔で見られんねんけど。で、当たり前や、牛乳買い占めてるみたいな。な、買い占めてる。うん、絶対そう思われてる。思われてる。牛乳売れてへんからな、いっぱい残ってんけどな。買い占めてよ。牛乳買い占めてもさ、賞味期限短いやん。何よ、めっちゃ買おうかな。あ、ほやね、家ではめっちゃ飲んじゃうタイプの家で、お前自分に当てはめてまうねん。じゃあお店の人から飲まれてんのかな。ちゃうやろ、あいつ買い占めてやけど、鬱陶しいねって思ってんの。自分に当てはめてんねん。カップ麺も買わへんのに。うん。で、そういう人に限ってカップ麺買ってんの。はめてもね、自分が羨ましいって思ってることをしてたら、ダメって言うてんのにこいつやってる、うっとうしいテレビで。牛乳バッとるやろ、いいやろ、何見られへんねん。あれよ、3本目ぐらいからね、ええー、みたいな顔になんねん。だから4本目、5本目、みんなは、ええー、はい、それあの人何本買うねんみたいな言ったったらいいね、うん、うちいっぱい飲むねんって。農林水産省飲めって言ってんね、うん、いや飲め言うてん、あれ体が悪いからね、もろくなるからな。飲みすぎたら飲みすぎは注意や、うん、
新酒のビールじゃない。本人がもろくなの。もろくなの？気をつけ。飲みすぎるな。まちゃん、ただでも骨粗鬆症になるかもわからん言われてんね。これも入れたら怖い。でも昔はね、骨が弱い人は牛乳を飲もうって言っとってんね、コマーシャルで。今でもそうやん。うん、赤の。赤の口いたで、これ。どっちやねん、難しいの。最近や、そんな言うたの。まだ最近や。あったやん。あったやんって。骨を強くするには、運動するべき。うん、運動したの、運動。歩くだけでもええから運動した方がいい。めんどくさい。めんどくさいから、ね、身長も歩いたのいいね。うん、もう伸びやんで。伸びていい。もうちょっと縮んでもよくない。でも手術したやん。150代でいいわ。158とかでいいよ。なちびいかんわ。ねえねえ。ちびとかめんどくさいやん。ちっちゃいは可愛いもん。可愛いとか問題じゃない。ちびやったら何もできへん。うん、いいやん。高いところでもイケメンが取ってくれねん。165までやったらまだ小さいと思ってるじゃん。うん、男子はそうやん。男子じゃない、女子は160でもいいねん。女子でも160ぐらいでも高いと思う。うん、150やったら小さい。大林元子や。大林元子、昔な、うん、うちのピットのとこ来てん。ピットの天井に頭をぶつけるぐらい大きかった、ね。かっこいいけど。言うたら絶対嘘やってみんなに言われんね、うん。ピットの天井3メーターぐらいあるかな。うん、ピットの天井に頭ぶつけてな、小ネシ入ってきてんって言うたらみんな嘘やって。嘘なの分かってんやろ。そういうことがゴムゴムミンクってんの。え？ゴムゴムミン？びっくりしたで、もごっつい人入ってきて間違えて、うちのピッタにうちの隣やって、うちのピッタ入ってきた、間違えて入ってきてな、でっかい人入ってきたな、大林もとか言って。うまいな、これチーズがいいな、これいいよ。あの、ぜひぜひ作ってみて。切り干し大根のあっちゃんの第3弾ね。あの、切り干し大根を使って何か考えてってですね、まだ続いてやってるんでね、切り干し大根と、茹でたごぼうとをね、さっとあのマヨとたらことあえて、でチーズも一緒にあのサラダにするとね、めっちゃ美味しい。これ進むよ。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯、ラクレットチーズのクリームシチューを使ったハヤシライス。ありです。あの、ハヤシライスにね、チーズ合うよ。この3種のハヤシライス、3種のチーズのハヤシライス見つけた顔。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。今日のあっちゃんの晩ご飯良かったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。熱い。アリベルチ。アリベルチ。